サギフエサギフエは、トゲをもく幼獣をあもくサギフエかサギフエ族に属する、魚。世界中に広く分布し、特に温帯の海でよく見かけられる。サギフエは強く側変した体と長いフンが特徴で、英名のスナイプフィッシュはこの体型に由来する、名称である。全長は、平均15から20センチメートルで、そのうち、約6センチメートルをフンが占めている。 幼魚の体色は銀色であるが、生魚になると赤色に変わる。体の表面は胸びれから背びれにかけてと腹側の縁が骨盤に覆われる。この魚は二つの背びれを持つ。一つ目の背びれには4から7本の棘があり、そのうち前から2番目の棘は長く伸びて、のこぎり状になっている。この棘は平均4センチメートルほどになる。二つ目の背びれには10から14本。 シリビレには18から20本のヒレ状がある。サギフエは様々な海域の沿岸付近で見かけられる。大西洋東部のヨーロッパアフリカ沿岸や北海、地中海、大西洋西部のメイン湾からアルゼンチンにかけて、さらには太平洋西部やインド洋のアジアオーストラリア及び島諸部の沿岸などにサギフエが生息している。北緯20から40度の温帯においては、 特に広く分布している。この魚は特に砂や岩の海岸沿いの水深25から600メートルの領域によく住んでおり、昼間は普通この領域で過ごし、夜になると水面近くまで上がってくる。養魚は外洋の氷層水の中で暮らす。彼らは小さな過剰の群れをなして育つ。養魚は貝足類を餌とし、生魚は定生生物を探して餌とする。 詐欺笛は同じ。トゲウ多めのヘコアユと同様、頭部を下に向けて泳ぐ習性を持つ。食用としての価値はない。ありがとうございます。